1849年嘉永2年7月11日、湯玉を出発して本郷に至り、鯖釣り山の麓を回って八幡社の前を過ぎたが、社の境内はすこぶる広かった。この場所は人数をもっと配置するべきだ。そして湯玉裏本郷で浜の人々が出てきて応接してくれた。掛け地を通って二見裏に出る。裏の戸数は60から70軒だ。小高いところに観音堂があったが、とても狭かった。矢玉裏に着いた。戸数は300軒で、清慶寺という寺が一つあり、ここで昼食を食べた。この日は宿を出発してからずっと雨となり、一日中降り止まなかった。はじめは所々で地名や戸数を細かく聞き取りをしていたが、この辺りから骨に染みるように激しい雨が降り、かなり疲れ果ててしまい、詳細に記録を取れなかった。桶浦、骨董を経て比重で宿泊する。道家龍左衛門と奥と飯田伊之助はすでに阿川から陸路を通ってここに到着していた。宿に入って李成、お老たちがしばしば訪ねてきたので、この地方のことを聞いた。桶浦は60戸で、寺が2つと神社が2つ、1つは住吉社、1つは新郷の祠だ。骨董浦も60戸で比重と同じだった。はい、北浦の海を探訪する虎次郎。激しい雨で体調を崩したと記していて、この旅の過酷さが伝わってきましたね。こちらは二見にある有名な夫婦岩。1848年嘉永元年から1849年嘉永2年に架けられたと言われており、虎次郎はもしかしたらこの瞬間に立ち会ったかもしれません。確たる事実はないけれど、可能性はあるから妄想が広がります。疲労困憊で下がったテンションも、この夫婦岩を見て上げたかもしれません。さらに虎次郎のテンションを上げるものが、二見銘菓の二見饅頭ですよ。甘党の虎次郎は辛抱たまらんでしょう。後に江戸遊学の際に教科書を買わねばならないのに、欲に負けて饅頭を買ったというエピソードが残されていて、僕のバカ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 、今しめのためにこの集大を書き残し後世へ伝えると、これまた虎次郎らしい愚直で可愛らしいことをしています。当時からあったのかな。でも旅に出たんだから、うまいもん食べよう。甘いものは元気になるからね。とても美味しかったです。さあ、元気になったところで、まだまだ虎次郎は旅を続けます。1849年嘉永2年7月12日、雨はわずかに降るけれど、一応晴れ、風波は激しい。なので連泊することになった。午後にお供を一人連れて筑野へ行く。庄屋次郎兵衛の家を過ぎ、俵石を見て島戸裏に着いた。大小野というところの台場は立派だった。ここの裏の戸数は200軒である。阿賀尾について日和山の台場に登り、元浦東西と今浦山の台場を眺めた。船は阿賀尾にあるので、船に立ち寄って必要な道具を取ってきて、仮束山を越え、比重の宿に帰った。比重から阿賀尾への距離は、島戸を回れば2里、仮束坂を越えれば1里。山道とはいえ平坦なので、騎馬で走ることができそうだ。番方、裏決め役の太田洋蔵を訪ねた。ついつい話が長引いて、夜更けに帰ることになってしまった。比重港の内側は、黒頭平兵衛組の三右衛門の土地。囲いを設けない畑のままの屋敷があり、城山は火薬庫に良さそうだった。さて、虎次郎は萩を出発して8日目。ついに馬関、下関に上陸しました。ん?史跡じゃないじゃないかって?いや、これは。報北町は骨董の名家、骨董饅頭です。いや、だって虎次郎がどうしてもって松陰先生のせいにすんなって。なんかね、こちらの北浦エリアは甘い誘惑がいっぱいで困っちゃう。お店の前で苦悩する松陰先生を想像してしまいました。ぜひ報北町にいらしたら、皆様は苦悩せず骨董饅頭と二見饅頭を召し上がってください。俵石を見に筑野薬師東大寺に行った時にも誘惑されかけましたが、閉店されてました。薬師せんべい気になるなてか話が進まん。虎次郎、高いところばっかり登るので本当に階段怖い。千秋番所跡を探すと御徳寺のそばにあると聞きましたので向かうと、階段でした。虎次郎って言いながら上がりました。千秋番所跡は階段を上がるとすぐに見つけましたが、御徳寺屋根とかちょっともうなんだか悲しい気持ちになりました。でも犬巻は素晴らしかったです。手を合わせて帰りました。そして阿川にあると言われる松陰先生桃林の日、さっぱり見当がつかず漁師町を探訪していると古老に出会います。
史跡あるところに転わり。どこにあるのか尋ねると、あんた萩の人か、おお、松陰さんの日かね、うんうん、すぐあるよ、そこそこ。指を指すところがよくわからんかったけど、恵比寿神社があるから恵比寿神社を抜けて山を登るとあるよ、すぐ着くよと言われ、もう嫌な予感しかせず、おっしゃることがよくわからんが行ってみるかと思い向かうことにしました。そして心の中で口ずさんだつもりが口に出てました。これ絶対すぐ着かん、絶対着かん。そして古老に指を刺された方角へ向かうと民家があり、抜けると本当に恵比寿神社がありました。で、行き止まります、あのちと思いましたが、本当に恵比寿神社を抜ける道があるのです。バチ当たりゃせんかいのと思いながら参拝させていただき、声をかけて抜けさせていただきました。ほんまに抜けれるとか、これはどうなったんと思いつつ進むと、ドーン、これ階段、階段やけど階段途中からなくなっちゃうぞ。ハクロを進むと少し開けた道に出ます。何やら祠のようなものがありました。吉田家の家紋かな、手で掘ったような。気になりますが、こういうの嫌いじゃないです。しばらく歩くと東屋がありまして、休憩ができそうです。どうやらこの東屋は日和山松陰亭と呼ばれており、ここ阿川出身の大棋士佐々木輝山という人物が1929年昭和4年に松陰先生没後70年祭の記念に建てたそうです。当時活躍した名士の記号があるそうですが、もう読めません。そして見つけましたよ、松陰先生当輪の碑。ものすごく巨大な顕彰碑です。これどうやってここまで運んだんやろうか。そんな野暮なことを考えてしまいましたが、たどり着けたことに感動しましたよ。日の記号は国史で原用者を結成した遠山光によるものだそうです。おお、70年記念と刻まれていますね。なんか文字が彫ってありましたが、また読めず。虎次郎はこの場所、この台場から海を眺めたのですね。無事につけて安心しました。皆様にお伝えできて安堵です。港町の古老に感謝ですね。ありがとうございました。疑ってごめんね。さあ、虎次郎は書籍を巡見しますよ。開放気楽、面白くなってまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ナビゲーターはマッキーでした。最後までご視聴ありがとうございました。